緑の星、地球。多くの生命に満ちた星、緑の植物が栄え、その植物に養われる微生物、動物。しかし地上の植物の分布は必ずしも一様ではありません。地形や気象条件が一様ではないからです。植物が好む条件、その一つは温度が高いことです。となると私たちはすぐ熱帯を思い浮かべます。では熱帯とは正しくどの範囲を言うのでしょう。北半球の北東貿易風と南半球の南東貿易風は赤道に向かって吹き込んでいて、そこに低圧帯を作っています。低圧帯は収束帯と呼ばれ、冬至頃最も南下し、夏至頃最も北上します。この2つの収束帯の間を気候学的に熱帯と呼びます。しかしこの地域内も雨の量には大きな違いがあり、それが植生の違いをもたらします。熱帯の植生は大別して熱帯林、サバンナ、砂漠に分けられます。熱帯林は東南アジアのセイロン島からニューギニアに至る地域、アフリカのコンゴ川流域からゾンゲ海岸に至る地域、アマゾン川流域の3地域に大別できます。熱帯林の樹木は種類が多く、しかし優先種がありません。樹木はまっすぐ幹を伸ばし、大型のものは50メートルを超えます。しかし幹の直径が1メートルを超えるような大木は少ないようです。サバンナ、雨量が減り草原が発達して木は散在しています。私たちには最も馴染み深い東アフリカのサバンナ、大型の哺乳類をたくさん見ることができます。熱帯草原地帯は南米やオーストラリアなどにも分布していて、雨季と乾季がはっきりと分かれています。さらに雨量が少なくなると藻類の点在する半砂漠となり、さらに砂漠となります。しかしその中でも植物は生きています。乾燥地に適応し、独特の性質や形を持っています。砂漠、サバンナ、熱帯林、緑のこの地に今大きな変化が起こりつつあります。伐採、開発、道が作られ、
それに沿って農地が作られます。焼かれる熱帯林、森林は巨大な炭素の貯蔵庫です。しかし大規模な開発は強い太陽光線とスコールによって大地から養分を奪い、そこに新たな緑を取り戻せない状況が世界的な規模で起こりつつあります。緑の星から緑が失われる時、熱帯の問題は私たち自身の問題でもあります。開発が地球自体の黄昏にならぬためにも、豊富な雨に恵まれ極めて旺盛に発達した森林である熱帯林は、世界の3地域、東南アジアのセイロン島からビルマ南部、ボルネオ、ニューギニア島に至る地域、アフリカ、コンゴ川流域からゾンゲ海岸に至る地域、南米アマゾン川流域に広がっています。熱帯林の内部、それは一体どうなっているのでしょう。広葉常緑樹がそのほとんどを占める森林、樹木は同じ種類の木が少なく、幹がまっすぐ伸び、中には70メートルを超えるものもあります。一面に連なる樹海、高木に上部を覆われた森林の立体構造を私たちはギャップで見ることができました。林床と低木層、小高木層、そして大高木層と巨大高木層の5層になっています。そして大高木層や巨大高木の木がスコールに伴う突風などで倒れて樹海に開く穴がギャップです。一年中ほとんど日のささない林床、苔やキノコ、場所によってはシダ類が茂り、そして将来高木になる木の幼木、多くの小動物、彼らは枯葉などを餌にして有機分解し、その排泄物が再び木の栄養源となります。熱帯林の膨大な植物生産量を維持する元となっていて、中でもアリはその最も目を引く小動物です。低木層、そして小高木層、その多くは大高木、巨大高木の若木です。言い換えれば、熱帯林はそのほとんどが高く成長する木とその若木、幼木からなっているわけです。木の高さ30メートル、ひたすら日の光を求めて伸びたかのようなまっすぐな比較的細いその幹、
それを支えるために四方に張り出したかのような晩婚。この巨大鉱木は高さ50メートルを超えています。樹海からところどころ突き出すこのような巨大鉱木は熱帯林の最も著しい特徴です。鉱木層に生きる動物たちもいます。ニューギニアで出会った極楽鳥。マレーシアで見たギボン、猿の仲間です。熱帯林は植物の楽園です。ではその構造はどの程度強いのでしょうか。焼き畑、熱帯農業の最も素朴な方法です。焼き払い、そしてその跡地に畑を作る。そうやって人類は何千年かを過ごしてきました。そしてその結果がこれです。ひ弱さを併せ持つ熱帯林、その特性を踏まえて成功した熱帯農業、林業もあります。この林は換金性の高いチークの密植に成功しています。鉱木としてヤシ類を、中層木としてバナナなどを、そして林床にはパイナップルなどを。今後プランテーションは熱帯林の構造を踏まえ、それを殺すことなくうまく利用した例といえます。熱帯林には他ではあまり見られない特徴的な表情がいくつかあります。直接幹についた花、そして幹についた実、これらは乾生花と呼ばれ、熱帯域ではよく見られる表情の一つです。太い枝から出た小さな実、そして大きな実、これはチョコレートの原料として有名なカカオです。熱帯果実の大型の実には乾生花がかなりあります。だらりとした白い葉、成長の速度に緑の色素の形成、組織の充実が追いつかないのです。やはり特徴的な様相の一つです。木本性のつるをリアナと言います。ジャングルという言葉でイメージされるのがこのリアナではないでしょうか。リアナの茎は実に多彩で、
工芸品として使われるものなど、いろいろな仲間があります。この木の中央は空洞です。中央にあった別の木はすでに枯れ死してしまったのです。一本の木、いえ、太いディアナに巻きつかれているのです。赤い花をつけているのが中央にある木。必死に生きようとしていますが、すでに巻きついた太いディアナが上部いっぱいに葉を茂らせ、幹を締め上げて中央の木を弱らせています。このように太い幹を巻きつけ、巻きついた木を枯れ死させてしまうディアナをストラグラー、締め殺し屋と呼んでいます。しかし彼らも成長する前は樹上で発芽し、このような細い白い根を伸ばす若い時があります。木の上を生活の場とする植物は着生植物と呼ばれています。大谷渡り、木の幹のわずかなくぼみに着生しています。鹿の角に似たビカクシダ、これらシダの仲間には着生するものも多く、またこの2つは観葉植物としても有名です。美しい花を持つランの仲間、彼らも着生する仲間がたくさんあります。ランが着生できるのはこの気根と呼ばれる根の働きによります。気根は空中から水分を吸収することができるので、ランは木の上でも生活できるのです。バンダ、ファレノプシス、美しい仲間たちです。これはパイナップルの仲間。彼らの仲間も着生するものがたくさんあります。そして花の美しい仲間でもあります。パイナップルの仲間はアナナスとも呼ばれます。観葉植物としても有名なアナナス、その葉にある小輪片という突起がやはり空気中から水分を吸収します。同じ仲間のこのすだれのようなスパニッシュモス、根さえ退化してなくなっています。着生植物もツルも熱帯林の最も特徴的な表情だと言えるでしょう。熱帯林、そこは一年を通じて気温が高く豊かな雨に恵まれた原生林です。樹高70メートルにも及ぶ高木が茂り、一面の緑に覆われています。しかし同じ熱帯でも
雨量が減少するにつれて植生は貧弱になっていきます。それは季節林と呼ばれ、段階的にモンスーン林、サバンナ、砂漠となります。南アジア、東南アジアでは4月から10月にかけて南西風が吹く雨季、11月から3月までは北東風が吹く寒季となります。ほぼ半年ごとに季節風の交代する典型的なモンスーン気候です。モンスーン林のシンボル、チーク。モンスーン林には季節的落葉性があると言われ、またこの地域はパイナップルやサトウキビなど有数の農業地帯でもあります。モンスーン林と同様に雨季と乾季がはっきりしていますが、年雨量がはるかに少ないのがサバンナです。樹木はまばらになり、地表には草が密生しています。緑の絨毯、サバンナ。バオバブ、そのユニークな形と伝説で有名なこの木はサバンナの代表的な木です。またこのアカシアも、アカシアとキリンもサバンナの典型的な絵といえます。サバンナといえばこれら大型草食動物を思い浮かべます。彼らはイネ科の草などを食べ、それを肉食動物が捕食し、その食べ残しが分解してまた植物の栄養となります。サバンナには分かりやすい食物連鎖があるようです。砂漠、それは不毛の代名詞です。砂と風だけの無機的な世界。しかしそこにも過酷な環境を生き抜く植物があります。オーストラリアの半砂漠で見たイネ科の植物、水の蒸発を抑えるため彼らは針状の葉を持っています。また数ミリ程度の雨にも発芽して成長し花を開く植物たちもあります。長い乾燥を種で過ごし、わずかな雨に反応して数日の間に開花して実を結ぶ植物さえあるということです。太陽と水、砂漠の中にあるオアシスです。
どこから来たのか、鳥がさえずり、花は変わる変わる開いていきます。植物と水、そのありようを砂漠の中のオアシスは最も典型的な姿で私たちに見せてくれているようです。かつてサハラ砂漠は緑に覆われていたと言われます。タウリンやサバンナや砂漠、それもまた仮の姿かもしれません。しかしこれらの姿の最大の要因が水と植物の関わり合いにあることは、これからも変わることはないのです。